本日はこちら牧港から宜野湾バイパスの方に入って、こちらの近くにあるお昼ご飯行ってみたいと思います。こちらの信号を左折してバイパスの方には入らず、こちらのドライビングスクールの裏の方の漁港の方にお店があります。ということで、こちら漁港の方に入っていきます。お店はこちらの左側です。サディカッコニチャナブです。ノブ沖縄情報チャンネル始まります。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報、最新情報、お得情報をお届けさせていただいてます。もしよかったら最初にチャンネル登録、横にあるベルボタンを押していただければ通知が届きますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、本日はここに来るまでの道の方をお伝えさせていただきましたが、今日は漁港の方に来てます。こちらの宜野湾市から浦添市のパルコシティに向かう橋のたもとっていうか、こちらに漁港があるんですね。こちらの漁港でお昼ご飯を食べたいと思います。漁港の名前は多分牧港漁港で合ってると思いますが、こちらの漁港の一角にあるお店です。漁港ということで、そしてもうすでにタイトルにも書いてると思います。今日はですね、海鮮です。今日は天ぷらですね。海鮮の天ぷらでめちゃめちゃ有名なお店なんで、知ってる方多いかと思いますが、こちらのお店に来てみました。今回こちらのお店に来た理由がですね、以前ももしかしたらちょこっとご紹介したことあると思いますが、こちらのお店なんとペイペイが使えるんです。他のキャッシュレスも使えるかな、ちょっとそこまで確認してないんですが、少なくともペイペイが使えるんです。そして僕の動画でもご紹介させていただいたペイペイの街のお得キャンペーン、名前違いますね、街のペイペイ祭りだったかな、そちらの方が開催されていて、なんとこちらのお店も対象店です。なので実質ですね、20% オフ、2割引きでいただけるっていうことで、早速来てみました。ほぼですね、オープンと同時刻ぐらいに来たので、まだ開いてないと思うんですけど、そろそろ開くと思うので行ってみたいと思います。じゃーん、ということでこちらです。海鮮食堂太陽さんです。あ、結構使いますね。 D 払いに au ペイ、ペイペイにメルペイまで使います。いろいろ使えるようです。とりあえず入り口はこっちみたいなので、こっちに入っていきましょう。ということで、お店入りました。お一人なんでカウンター席です。カウンター席に座ったんですよ。ショーケースになんか美味しそうなお刺身とか、いろんな海鮮が載ってますね。美味しそうです。もうしばしば待ちたいと思います。ちなみにこんな感じでしっかりと 20% 還元されております。目の前でスタッフさん作られてます。あ、閉まってしまった。ということで、ちょっと動画の途中ですが、メニューの方のご紹介が動画内でできてなかったので、こちら Google マップを見てメニューのご紹介だけさせていただきたいと思います。こちらのですね、写真がいくつかあって、このメニューなんですけど、おそらくこの辺りの写真で出てきているものであって見てるかと思うんですが、こちらが3ヶ月前の写真ですね。ミニ天丼などもあります。ダブルカツ丼などもあります。うな丼などもあります。結構いろいろメニューあります。ミニそば250円、天玉丼500円なんていう結構お手軽な値段のものもあります。ミックスフライ、 A ランチ、この辺も頼んでる方いらっしゃいましたね。なかなかこの辺も美味しそうだと思います。そして写真の中にあった自販機というか食券機ですね、すいません、かなり見づらいと思いますが、もうちょっと見やすい写真ないかな。この辺が見やすいかな。7ヶ月前なのでそれなりに最新だと思います。動画内でも出てきますが、エビだけ天丼が1050円、小が750円、海鮮天丼大が1050円、小が800円になります。そして骨汁、骨そば、沖縄そば、各種いろいろあったり、海鮮丼、マグロ丼、マグロ漬け丼、魚汁、魚バター焼き、魚煮付け定食なんかもあります。結構いろいろありますので、ぜひいろんなメニュー試してみてください。それでは動画の方に戻ります。はい、どうぞ。ここでやってきました。海鮮天丼大でございます。それで食べてます。めっちゃ美味しそうです。それではどんどんいただいていきましょう。ちなみに大きさ伝わるかな、コップで分かりますかね。こんな感じの大きさになってます。結構でかいです。海鮮天丼大です。まずはエビだけ天丼もある感じです。エビ天いただいてみましょうか。それではエビ天をいただいてます。それではエビ天いただきます。めっちゃプリプリしてて美味しいです。ご飯も
ちょっとこの天で天つゆにかけたご飯美味しそうです。いただきます。ご飯もいただきます。天つゆいい味付け。あとは何でしょうね。これはさ、中に汁だけ入って、こっちはなんか魚っぽいですね。そうそう、これも魚かな。なんかこの魚美味しそう、プリプリした美味しそう。ちょっといただいてみます。いただきます。美味しい。なんだろう、この長細いのも魚かな、ごぼうかな。ちょっといただいてみます。いただきます。なんだこれ、わかる。なんかの細いお魚です。お魚が美味しい。本当はこれも魚っぽいですね。この魚もいただいてみます。いただきます。いただきます。美味しいです。それではどんなところでしょうか、ちょっと分かりませんが、どんどんもう食べていきたいと思います。ちなみに味噌汁付きです。それではいただいていきます。美味しいのは残すタイプです。サンドエビ一つ、いただきます。いただきます。うん、美味しいです。ということで、ごちそうさまでした。完食でございます。お腹いっぱいです。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。ということで、ごちそうさまでした。美味しかったです。ということで、本日は海鮮食堂太陽さんの海鮮丼ですね。海鮮天丼か、海鮮天丼大の方をいただきました。値段が1050円です。しかしペイペイで 20% 還元受けて800円弱でいただくことができました。違う、800円強化、800円ちょっとでいただくことができました。かなりお得です。しかもやっぱり大でかいですね。僕でも最後の方、本当にお腹いっぱいだなっていう感じになったので、それほど大食いじゃない方はぜひ中の方を頼んだ方がいいかと思います。そして作ってるところをチラ見せさせていただきましたが、普通の海鮮丼というか天ぷらじゃない海鮮丼もなかなか美味しそうでしたね。カメラで映った時はちゃんと映ってなかったです。結構山盛りな感じでしたね。そちらも気になります。そしてちょうど料理が出てくる真横にいたので、どんなメニュー頼まれてるのかなと思いました。結構いろいろ頼まれてますね。まあ、天丼が一番人気かなと思います。エビだけ天丼と海鮮天丼、エビだけ天丼の方が出る確率はやっぱ多かったのかな。エビだけ天丼は結構昔に食べたことがあったんですけど、エビだけ天丼も大だと結構お腹いっぱいになった記憶があります。本当にこちら人気店でですね、僕が入ったの本当11時数分後だったんですけど、気づいたら中に結構人がいて、もうすでに何名様かいらっしゃいました。そしてその後もですね、続々といらっしゃって、僕が出たのが11時半ぐらいだったんですけど、満席までにはなってませんでしたが、結構な人がいらっしゃいました。なのでぜひこちら行きたい方は11時オープンなので、オープン直後に来た方がいいかもしれません。本当のお昼時になると結構いっぱいかもしれませんね。ということで、今の時期ペイペイ使うとお得になりますので、ぜひこちら海鮮食堂太陽さん聞いてみてください。ということで、こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報などを配信させていただいてます。この動画役に立ったなと思っていただいた高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サーディグラップ、バイバーイ。